はい、半間岩尾先生です。ですね、買い物をね、またしました。ここのとこ日立もんですね、高い、すごく安くなったなという、最高級なものが安くなったなという感じのものをね、アマゾンさんから購入いたしました。本当にありがとうございます。私の方のね、バイナリーオプションのあのツールの売り上げがね、めちゃめちゃ多いんで、おかげさまでね、ツールがよく売れるんでね、毎日毎日売れるんで、毎日毎日買い物ちょっとしてました。これはね、レーザープリンターですね。これが8534円ですごく安いんですね。それからソナー用のレーザープリンター用のね、ソナーですね、これを注文したわけですね。それからね、またいいやつが落花生ね、仕事で使うの、これ6キロも一番ね、手軽に買えるという、ただ4ヶ月くらいしか持たない、5ヶ月くらいしか持たないらしいです。で、それから釣り用のね、これですね、Pラインですね。すごく、まあ1号、2号、3号買いましたね。1000メーター。だから3000メーター買いました。で、手軽なんでそんなに強くはありません。ラインでも。5キロぐらいですね。1号で。耐久性が 5キロぐらいのものしか釣り上げない。通常いいのだと、ね、10キロ。1号で10キロ上げられます。で、まあ値段的にね、1000メートルで、非常に都合がいいということでね。それから10キロのね、負荷をかけられるね、ルアー安い、くて一番いいのを買いました。それから、ソフトクーラーね、これ28リットルですね、の折りたためるやつですね。これベストセラーなんで買いました。で、ラックですね。引きずれるようにクーラーなんかね。これをまた50キロぐらい乗せられて運べる。人間がこのね、手持ちのところに乗っかっても割れないというやつですね。それからこれはね、追加で3本目なんですけど、激安で1000円程度で、2.7 メートルのね、竿ね、これ結構いいんで買いました。これ1本、2本追加で買いました。で、まとめて買おうと思ったらね、送料が余計にかかるんで、これだと送料無料なんですよ、1本ずつだとね。それで、あと、それから、長靴ですね。ルアーで、そうですね、ヒラメ釣りしたいんですよ。ヒラメ釣りをするために、長靴、胸もまで入ってもいいんですね。水がね、それを買いました。それから大型のクーラーボックスですね。あれ買った時8000円ぐらいだったと思ったけどね。まあ今ちょっとそんなが下がっちゃったみたいですね。76リットルのクーラーボックスね、ですね。それから釣り上げね、大きい魚を釣り上げる商品を買いました。で、詳しくいきますと、こうですね、詳しくいくと、こういうのですね、まずレーザープリンター。これ紹介もあるんだけど、とってもね、コメントでね、こちらなんだけど、こちらの方のね、コメントで非常にね、いろいろ情報があるんですけど、すごく紹介でね、こんな具合にね、ちょっと待ってくださいね、音声出しましょうか。インクジェットは納期が高い一生変わらないぞ。インク代がかさんでしまいますが、レーザーなら安上がりにするので、レポートなどに使用しています。使用頻度は多くなく、週に20枚くらいなので、耐久性などの評価がつかないです。現状のだと3ヶ月程度の使用なので、まだこれからなので、もし1個抜いてます。注意点があるとすれば優先線量なのにケーブルがないことですかね。
ネット経由あるいは無線で印刷、画像の取り込みなどの使い方はもう少しお高い機種を買うと良いと思います。ここで言うのもなんですが値段見ると互換性となって安いですね。ドナー買い替えると使ってみたくなります。7人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告産物品質性能値 4.0 USB ケーブル。2018年2月25日 Amazon で購入価格も安く、インディも綺麗です。少し音はうるさいかもしれませんが、レーザーらしく速いので我慢できます。ただ1 USB ケーブルが付属していないので、A、B の USB ケーブルをお持ちでなければ、同時に購入してください。私はケーブルの長さがわからなかったので、延長ケーブルは用意していたのですが、そもそも USB ケーブルがなかったので買い足しました。何のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告指標のダロイツ性能値。2017年12月11日 Amazon で購入、本物黒プリントしか使用しないため格安プリンターとしてこの商品を購入。ドナーの互換性のあるものならば安く、高クオリティを求めていないので十分な性能です。3人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告は並の陳述性能値 3.0 性能は申し分ないが。2018年3月16日 Amazon で購入互換ドナーのプランニングコストが良いと判断して自宅での事務作業用に買いました。性能は申し分ないのですが、実質でも稼働時にサビコンセントを分けても PC 側が一瞬瞬停しているようです。幸い UPS を使用しているため直接的な被害はないのですが、プリンターが省電力モードから稼働するたび UPS から、ピーッとなるため少々精神衛生的によろしくないです。一般家庭で使用する際はタコ足などの配線は避け、壁コンセントから直接配線する方が良いと思います。そして使用 PC は UPS R ダウンロード PC を使用した方が良さげです。役に立った縦線コメント縦線違反の報告 Amazon カスタマイズ性能 1.0 Amazon の納品書印刷とマニュアル印刷に使用2017年7月30日 Amazon で購入インスカートリッジの互換金。何のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告エストリッツ性能 1.0 ニュートン維新のカラーレーザーからの乗り換えです。2017年10月26日 Amazon で購入前のものは、バネが飛び出て使えなくなってしまいました。今回のものはモノクロですが、両面印刷でとても良いです。早いのがいい。何のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告7品質性能 1.0 モノクロレーなら、おすすめです。2018年3月31日 Amazon で購入ミックス対応のものを購入しました。USB プリント機械で、Windows と Mac 両方で使用しています。インクジェットは使わなくても、インクが減ったり固まったりで定期的な交換が必要ですが、レーザープリンターの場合は、そういうこともないので、ある意味、メンテナンスフリーで良いのです。役に立った縦線コメント縦線違反の報告レンズないし、5つ性能 1.0 使いやすいです。2017年6月12日 Amazon で購入などの問題もありません。使いやすいですし、プリントも綺麗です。3人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告すべての68レビューを表示カスタマーレビューを書く。広告のフィードバック最新のカスタマーレビュー用の5つ性能 1.0 ブラザーレーザープリンタージュスティオ N2322A4 モノクロ長径運動など細長い封筒には対応しません。インキは大変綺麗です。同行日27日前 XXAXXOAXXOAXX 5つ性能 1.0 コスパ最強星ヨドバシビッグカメラ Amazon と見比べて一番安いところで購入しました。モノクロで十分なので初めてのレーザープリンターですが素早く印刷できて良かったと思います。お試しについてるドラーの量が少ないのが唯一の難点でしょうか。同行に1ヶ月前キムユンシック5つ性能値 1.0 プリンター線は付いてないプリンター線がなかったので直接購入日本の商売には驚きました。同行に1ヶ月前アマゾンプストーが5つ性能値 5.0 ニュートン EC からの買い替え購入した瞬間に初めてアルバイトで入った会社が繁忙期だったら仕事してくれました。これからどれくらいのランニングコストがかかるかは未知数ですが現状の満足度は高いです。ただ他の方もレビューしている通り続きを読む同行に1ヶ月前アマゾンカスタマー。いやそんな具合ですね。トナーですか、もう購入しました。次ちょっといきますか。これですね、このトナー、もう注文しました。今日ですね、昨日になっちゃったかな、今夜中の1時33分なんですけども、28日に注文、今日ですね、今日買ったんですね。でこれもね、経済的でね、下の方で今このすごいんですね。経済的でちょっとだけ文章ね、こう収めますけれども、印刷紙が汚れなどのトラブルは今のところないです。ノータンですが印刷するだけなら問題ないレベルです。ノータンは家族さん以外であり薄い方が見やすい人間なら読みやすいレベルです。これはね1800円ぐらいですね。今度はコセットを購入したいと思います。送料込みでね。一人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告 OBDEC21ER1000 性純正品と同様に使えますよ。2018年2月11日 Amazon で購入純正品だと1本6000円するところ2本で、純正品と何も変わらずきれいに印刷してくれます。これは買いですよ。なくなれば再度買います。一人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント縦線違反の報告 Amazon カスタマイズ性能 1.0 発送日の梱包はしっかりしていました。
2018年3月31日 Amazon で購入、まだ使用していないので使用感はわからないです。これが普通に使えたらかなりコスパが高い商品だと思います。次のラー交換の時期が来たので交換しましたが、発色など問題なく使えました。一人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告と内出生。2018年5月5日 Amazon で購入しようとでよく白黒印刷をするのでこちらを購入。若干薄い、お流しにつくような感じもありますが、使用状況良い範囲だと思っています。純正品よりなくなるのが結構早く感じますが、それを考慮しても安いのでまた購入します。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告、花巻の老解説性の1号店で普通に使うことができる。2018年1月23日 Amazon で購入、純正品と同様に普通に使うことができる。取り付けは説明書を読んで落ち着いて作業しましょう。一人のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告、Amazon のお客様5つ性のうち2点でインク切れが早く。2018年1月12日 Amazon で購入、2本とも1000ページ程度の印刷でインクモードが著しく薄くなく交換することになった。他の互換性度内よりも明らかに内容量が少ない印象だったが、個体差の可能性もある。他のお客様がこれが役に立ったと考えています。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告文で、アルバム5つ性のうち 3.0 ドラー飛び切り、2018年5月16日 Amazon で購入、ブラザーのレーザープリンターはドラーが飛び切りますね。原因がドラーカートリッジにあるのか、ドラムカートリッジにあるのか、点々、完成度低いということですね。諦めました。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告をから、有印刷性のうち 4.0、特に問題なし、2018年5月19日、Amazon で購入に感じです。まあ、安いから、ね。交換が可能でした。払った本体を処理する方法も書いていていただけるとよかったです。役に立った縦線コメント、縦線違反の報告すべての13レビューを表示カスタマーレビューを書く。広告のフィードバック、最新のカスタマーレビュー、Amazon カスタマー5つ性のうち 1.0、やはり純正品価格は安いですが、印刷結果に不備があることも良かったです。職場のストレスをなくせるために純正品の金額を出せるか否かです。同行に、1ヶ月前ゴールデンラテオ20165つ性のうち 5.0 問題なく使用でき安心して使用できます。問題なく使用でき安心して使用できます。1年以上、2期3回とても良いです。同行に、2ヶ月前ネスショッピング5つ性のうち 1.0 粉漏れあり1本目後半の段から、ところどころに粉圧着が見られていたが、そこまで気にならない水準だった。2本目突入した段から漏れる量が多かったのか、そこかしこにも 4mm のドットが印刷されて出てくるようになり、プリンター本体を分解。自己責任、分解結合しやすい5年で良かった。ちょっと、続きを読む投稿に、4ヶ月前どつか、豊かい筒性の1号店へそらそらこの値段で申し分ないです。こちらの商品、リピートしてます。何ら問題ありません。投稿に、7ヶ月前郵便唯一筒性の1号店へ2本セット初めてですが問題なく2本セットで購入してみました。従来はインクジェットでしたのでコストもスピードも以前の世界現状では満足するようにありません。ね、そんな具合で、印刷がね、たくさん印刷すると1000枚ぐらいっていうか、通常ぐらいだと1000枚だそうですね。5% で書いてるんですけども、A4 でね。ですから結構普通で印刷するぐらいだと1000枚ぐらいでしょうかね。2600枚って書いてるけどね。1000枚ぐらいしか印刷できないと一つのカートリッジで、ね。まだ、しかしコストパー、非常に1800円だから1個1000円以下ですからね、まあいいんじゃないかなと思います。買い物としてはね。で、あと落花生ですね。この落花生はね、いいんじゃないかな。安いんで6キロ買いました。6個ね、6キロ買いましたね。僕のただね、有効期限がすぐなくなるみたいなんで、4ヶ月とか5ヶ月と書いてますのでね。ピーナッツバター。使っても送料600円、合計1万円以上で送料無料。原材料、落花生、中国産、内容量、1kg 賞味期限、8ヶ月保存方法、直射日光の酒、冷暗順で保存。開封後は密封し冷暗順で保存願います。ということですね。そろそろ暖かくなるんで、注意しないといけないんですけども、私はねピーナッツバターに使おうと思うんです。で1キロね、だいたい送料含めると入れて700円ぐらいですか。ただ たくさん6個買ったんでね、非常に送料をまとめてね安くしたということで6個買いましたね。次の買い物は。これですね。これ3号という釣り糸ですね。強力な高強度 P ラインですね。1000メーター買いました。1号ですね。これは3号ですね。他にも1号2号買いましたけれど、同じ価格で非常に卸値価格だということです。調べた結果ね、上位
通常のね、もっと上の P ラインは、この、から言うと半分の強度です。ね。一番いい P ラインに比べたら半分の強度ですけども、値段が安くて1000メーターで、でこんな値段はありませんということでね、私に調べた結果ではそうでした。とてもね、いいんで、これがね、次の、0.4 号買ったかな、これじゃないな、あの 0.2 号から 0.2、 うーん、まあちょっと同じのが出ちゃってるけども、1号2号と3号出てるのを買ったんですね、私のがね、ね、 1号買ったんです。これ上に書いてますけどね、同じですね、 P ラインですね。っていうのは、ね、巻き取るときですね、細い方が巻きやすいのと、投げるときにね、細い方が投げやすいんですよ。スルーッと飛ぶんでね、そういう関係もあるんですね。だから P ラインの強度で細いのを買うといいということで、まあ1号ですね。ただ1号以下もいいんですけど、0.4 号もいいんですけども、細いんで切れやすいんですね。そんなことでね、1号、2号、3号買ったんですね。で、これがね、ドラッグっていうのが効くんですね。ドラッグはこれちょっと高めで安い、一番安いのを見たんです。ドラッグ、最大ドラッグ10キロですね。で、ドラッグ数が多いとね、竿がしなんなくても、竿がの先端のこのしなりがなくてもね、釣り上げることができるんです、10キロまで。言うなれば、竿のね、で助けると。糸を切れるのを助けるというのをドラッグというのがあるんですよ。だから大きいのがね、竿がなくてもこのリールだけで例えばね、魚を上げることができるんです。10キロまでだったらね、10キロ以上になると流れるようになるわけですね。だから糸がそれに10キロに耐える、ね、までとか調整するわけですね。糸に耐えられるね、最大ドラッグの力を調整できるわけです。だから最大、今最大が10キロドラッグなんですね。だからこのリールだけでですね、10キロまで竿がなくても釣り上げられるってことですね。だからそういうふうな耐久性に強いということができるやつですね、ルアーを。あとベアリングなんかちゃんとしつけてるようなんで、時間がなくなるんでね、次、まあいいもの買いましたけど、それから安くて、これがね、ベストセラーになってる3580円、クーラーボックスですね。これちょっと大きいので28リットル買いました。で、保温性がすごくいいですね。で、これはもう商品届きました。とてもね、いいですね。大きいのは重たいし、あと釣りに行くときにね、持ち運ぶときに折りたたみできるんですよ。ですから、ね、これ25日に注文して、もう届いたんですけどね、3日前ですね。まあ、月時間なくなるんで、次行きます。これが強いんですよ。こういう、これにね、つけといて運ぶときに、魚釣りなんか、この強度見てください。人が乗ってんですよ。ね、で50キロぐらいまで運べるらしいですこれ。ね、重たい荷物なんかになったりした時にね、クーラーボックスなんか氷入れてで青物なんかするでしょ。それで青物なんかはもうその大きいクーラーも買ってあるんで、そういうに入れるとか、こういうクーラーでも身だけにしてね、冷凍に突っ込んどくと、それで持ち帰ることができるんですね。頭とか今全部捨てちゃうんですね。頭とか足のところね、をですね。で、こういうのですけども、耐久性がものすごく強いと。これはもう、これもベストセラーだったかな。ベストセラーのものを選んで、特にね、もう耐久性バッチリ、ね、これも届いておりますもん。佐川急便さん様々でこんなに強度があってこんなの運ぶんですね。へっちゃらですよ。人間ぐらいはなんとか、人間はちょっと重すぎるけど50キロですからね、子供は大丈夫の乗っていけますしね。
そういうものですね、本当にありがとうございます。いろいろ皆様方のおかげでね、こういうお小遣い楽しみというのができておりますね。でこれがね、1000円でねすごいんですよ。1000円でこれね結構高級ね、1000円シリーズの中で、ね、竿の中で一番いいでしょう、これがね。で、耐久性も結構強いですね。すごくいい。これ今3本目ですね。注文しておきました。1本は届いてます。で、1本で確かめて、2本注文しました。1個1個ね。これね、まとめて買うと高いんですよ。送料かかるんで、また欲しいかな、欲しいかなということで、3本注文してしまいました。折りたたみの竿ですけども、これでも結構青物も釣れるかもしれないですね。ルアーがさっきみたいにドラッグ力とか、その精度があれば、そちらの方で助けてくれるんでね。いいのをつけとけばね。あとこれをいざという時は折るともそんなに高いもんじゃないからね。まあヒラメ釣りもはできますでしょう、これでもね。で長いんですよ、結構 2.7 メートルで。それでケースに入れたんだけど全然ちっちゃくて大丈夫ですね。で丈夫ですね。そんな感じですね。次の買い物がこれも同じですね。同じく追加で買ったんです。22日ですね。5月22日、3本目でしたけどね。3本で、これがね、魚釣り用にね、買ったんですね、これね。これがね、しまっちゃいましたけども、いざ、すぐ使えるようにね、釣り道具の入れてきましたけど、ヒラメ釣るのに、これは、絶対必要だっていうんですね。海の中に入ってね、ヒラメ釣りにはもうこれだと全然ね、あんまり、海だからお腹まで入ってたんですよ。足のね、ブーツぐらいですね。ぐらいの高さぐらいまでじゃないとね、膝ぐらいまでですね。というのは、海は荒れるからね、それなら安全だということでね。それでも安全でないこともありますから注意しながら、あんまり深く入るもんじゃないです。で、危ないからね。だけども、これで被ってると安全だということですね。やっぱり波でかかってきますからね。そういう時にヒラメ釣りには最高なんで、冬でもこれがあれば、あったかく釣りができますということでね。価格も超、いいですね。で、補修もできるやつだったかな。そんなのもいろいろね、穴開いた時もやりやすいやつだったかと思います。ちょっとそれを忘れましたけどね。いろいろありましたけどね。見てみまして、いいなということで買わせていただきました。それか、これがね、大きいクラボックスですね。これは1万円近くするんですけど、48リットルね。じゃなかった。もっと大きいやつか。76リットルですね、私のはね。一番大きいの買いました。これですね。76リットルで、頑丈ですね。持ちどことね、下は普通で、それほど頑丈じゃないですけども、普通よりかは、まあなんでしょうけど、これで頑丈でいい、平気だっていうようなことも言う人いましたけど、頑丈ではないですね。普通のはもう、もろすぎて使い物にならんぐらい。と思うんですけど、記載では頑丈であるあったよというふうには書いてますね。こんな風にね、2つあるんだけど大きいも買いましたね、大型版ね。それからこっちですね、いろいろあるんですけどね、サイズがね、横向けてるのかな。で、こんな風に手軽に持ち歩けるんで、かなりでっかいです。重さもあります。20キロ18キロぐらいあるんじゃないかな、これだけで。何も入ってなくてね。だから結構重いですよ。8キロぐらいかな、書いてないかな。ただ入る量がバカじゃないですね。水出しもできるしね、この水出し線もついてるしね。溶けた氷をね、水、氷から水になってのもこれ使えるんで、
これあの一流品のやつはだいぶしますから、それに比べてあんまり大差がそれほどでもないんじゃないかなという感じでね。氷いっぱい入れとけば結構持つしね、頑丈さもあるから非常にいいでしょうということで、大型のものを買っときました。次行きたいと思いますけれども、あとこちらですね、これも16日に買ったんですけど、これ届きましたけど、これ時間かかりました。これね、大物釣りの時に釣り上げる時に引っ掛ける時に使うんですね。かなり歯がね鋭かったですね。開けてみたら驚きましたけど、こんな具合にね大物の釣り引き上げられるんですね。そんな長くはないです。1メートルもいかないんじゃないけれども、まあ50キロぐらいなら上げられるかなっていうね、魚を50キロぐらいまで上げられるかなっていう感じですね。それ以上はちょっと無理かもしれないですけどね。記載はどんぐらい書いてるのかな。61センチくらいまでって書いてます。最大61センチまで伸びるか。ね、目方わかんないですね。まあ耐久性は結構強いみたいでしたけどね。こんな具合にね、釣り上げられるということでね、注文したのが来ました。本当に配達の佐川さんありがとうございました。取りに行くときはもう喜んで取りに行ってきました。配達でね、伺いさせていただきました。そんなことでアハンマイワ先生の今日とここのところのまた買い物でした。本当に、ありがとうございました。そんなに高価でなくていいやつをね、紹介いたしましたので、皆様方もぜひ、購入したい方はぜひねお勧めしたいなと思っております。